柳谷商伝次は落語家の名跡。柳谷商伝次は東京都目黒区出身の落語家。落語協会所属、本名奥山直人。出林小森。門は丸に三つかしは柳谷さん隆の門下。東京都目黒区に生まれ育ち、高校卒業後、声優を目指して東京アニメーター学院アニメーション声優本家に入学する。 同学院に在学中の1997年4月、当時の講師であり、声優の増岡博が主催する、東京劇団ルネッサンスに入団する。東京アニメーター学院卒業後は、俳優として劇団に所属するが、増岡より、現在の師匠である柳屋さん隆を紹介されたことがきっかけで、2000年1月に入門。前座名、三子。 初講座は2000年5月19日で、場所は中野芸能小劇場、演目はジュゲム。2003年に二つ目昇進。京野心の名は、師匠柳屋さん、高市の京の字をもらい三文字で、収まりが良いということで、野心を付け、京野心と名付けた。2015年3月に、三遊亭司、柳屋昇殿継四代目、桂梅助、柳屋改修。 四代目入選亭先蔵、二代、金原亭、馬地、二代目金原亭馬玉、三代目柳屋さん、女、柳屋つばめ渡る、三遊帝やがいで、新内昇進、昇殿次と改名。趣味特技は、野球、バイオリン、雑談、麻雀、競馬観戦。得意とする演目は、蕎麦清志、チリトテチン、天狗ばき、文七元血。 井戸の茶碗など食べ物に関する演目が多く、与太郎話なども得意である。古今亭新碑、柳屋小伝次、柳屋燕渡る、春風亭山頂の4人で落語モンスターズを組んでいる。ありがとうございます。